さあ、それではね、探索から。この話もね、体験版の時に一通り聞いてるからね。まあ、さっくりと宝箱だけ取っちゃって。クマミツもね、これだけあると全部集めなくてもどうにかなりそうだよね。体験版の時は本当わけわかんなかったけど。よし。クマミツ。クマミツ。宝箱だけ全部取っちゃって。ねえ。どこかで時が動き出した。時は来た。よし。さっくりと回っちゃって。手紙まだかしら。クマミツ。グーママほらよ。さて、アイテムはリセットされているんでしょうか。ダメだね。ダメみたいですね。いや、天使のせいほとんど使っちゃったよ。もう今持ってる数出ないんだ。パックンチョコをね、確保しておきたい。回復量が足りないことがちょっと考えられるんで。まあ、どっかで在庫追加されるだろう。どうぞ。あんたに酒はまだ早いよ。おいしい、やらくれ。定食で頼むぜって。酒もつまみも最高じゃ。そう、蜂蜜ドリンクをおごってやろう。やったぜ。一応このあと船でねボス戦があるんで、先に買い物かな。いらっしゃい、いらっしゃい、いい商品揃えてるよ。星屑のハーブ、味方のバフやデバフ状態異常を解除。デバフも解除か。一個ぐらいは持っときたいね。お目が高いとあれ。魔法のどんぐりこんな高かったんだな。ほとんど使っちゃったぜ。まんまるドロップは安いし数もあるんでね、いくら使ってもいいんだけど。いらっしゃい。さあ、武器はちょっと困るんだよね。もうそろそろ武器もね、ダメージ更新になっちゃってるね。で、マインゴーシュは今ありましたんで、これまた来いよ。今から売ります。一個弱いやつ装備してマインゴーシュ売ります。さあさあ、いらっしゃい。来る。だいぶぼったくってるね。半額どころじゃねえな。だいぶぼったくってるな。さあさあ、いらっしゃいませ。自慢の品揃えだよ。このゲームは防具から揃える方が良さそうだ。武器2個目は持つことすらできなかった。これはただ防具は言うほど更新されない。はっ、どうですね、役立てさせてもらうよ。はっ、近寄るのがね危ないやつの時のために魔法キャラ1キャラは欲しいよね。
どれどれ、役立てさせてもらうよ。さあ、ということで終了。では、ね、ちょっとサブクエと探索をしに一回戻るぞ。はい、ということで、ここっすね。どこに行こうか。はい、マインドウォッシュ。わ、貴重なものかも。ニューじゃねえ。さっきまで持ってたわ。結局150儲かっただけだったね。わざわざよし、ね、取らなくてもよかったかな説は、売ってまで取り直す必要はなかったかな説はある。さあ行こう、もっと早く。ではサブクエをね、達成させながら散策行きましょう。気持ちいいな。今のところクマミツはね、別にしっかり集めなくても数には余裕がありそうな感じだよね。ラムコも感じる？故郷が恋しくなった。え、全然や、うち今めっちゃ楽しいね。クマミツゲット。クマミツ、サブクエくん、髪飾り、ギャルビー4体はどこでもいいのかな、そんな感じだね。サハギ、お金、あ、何もらえるかまでしっかり出てるね。あー、これか。そういうことか。ヒールライト、ここにあったのか。なるほどね。これは俺が悪いわ。サブクエとか受けなくてもいいんじゃねーってさ、やってたせいでヒールライト取り逃してんじゃん。だからか。いやー、騙されたね。誰も騙してない。次もよろしく。そういうことか。回復魔法いつ手に入るんだろうって思ってたんだけど。もっと早く。モールベア、おお、あいつ体験版で戦ったけど強かった気が。折り方どうすんだっけ。長押しじゃなかったっけ。細かい操作ができない。四角か三角か×か丸かどっかの長押し。まあ、頼む。役立てさせてもらうよ。え、これは手紙だっけ。手紙が飛ばされたのイベントだっけ。クマミツ、あいつ結構多分強いぜ。レベルも足んねえし。できれば倒したいけどね、ちょっとレベルが足んない。大丈夫だ、問題ねえ。
あ、ちょっけー。ここは引き受けるよ。僕直した。痛い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 。行け。弱点ではないような。全然ダメって思って魔法防御力をダウンさせてみよう。ゆっくりになった敵を全員で防護にするようじゃねえな。言うほど長くはないか。まあ、79結構いいダメージだ。こいつ壁が苦手だ。ダイヤセーバーか。ここは引き受けよ。戦える。でも全然ダメージこんない。魔法より守備力ダウンの方がいいか。私の出番だ。やっぱネームドモンスターは助かったよ。助かったよ。ここにおびき寄せて。どうだ。これならいける。あれ今すげえダメージ、なんかすげえダメージ入って、なんで異常にダメージ入ってたの。どうなるかと。おころのコンタマ、コンタマ痕跡。依頼主に報告しよう。とりあえず一つ。一旦ここに移動して、よし行こう。ちょっとサハギンを4体ボコレ、あれも終わらしとこう。さすが、お、ちょうどいるやん。私一人で十分。次レベル高か。ここは引き受けよ。頼んだ。ちょっと弱点なんだけどね。17しかダメージ入らない。あんまりいいんだ。わかった。いけ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 。ロンドン行くよ。サラマンダー。やっぱ水は炎に弱いけば。ありがとう。作品によって違うよね。水は雷に弱い作品もあれば、普通に炎に弱い作品もある。
ていかないか、イメージ。よし、オッケー。ヒールライト欲しいけどな。さすがに今から最初のとこまで戻るのはしんどすぎる。次の龍脈、ここの辺やな。よし、行こう。この辺りで少し休もう。回復。ゆっくりだとね、高さが足りないんだよ。この辺になんか宝箱じゃない、仕掛けもない。これでちょっと分かんない時あるよね。何の印だろう。あった。何が入っているこれは。そこの上を。よっ、乗れそう。よし。ちょっとガバだね。あー、これか。これが確かの体験版で失敗したやつだったね。よし、手に入れたぞ。髪飾り発見。アナグマが喜びそうだな。これ以上はいけんのか。これ以上は厳しいね。ここにジェイドはまだいない。まあ、逆に言えばまたそのうちここに帰ってくることになるってわけだからね。力を借りるぞ。ありがたい。よっ、必殺も溜まってるんでちょっと挑戦してみよっか。倒して増援倒す時間だから。今回は増援があるのが分かってる。水流ダメージはさすがにデカすぎじゃない。いやいやいや。私の出番だ。できるだけ自分で回復。まだまだ。ここは引き受けよ。ちょっとこれ無理や。ダメージ
ライドキー。一旦引こう。これどうなんですか、使ったアイテム等は消費開始前に戻ってんのかな、ちょっとわかんないね。まあまだ勝てないわこれ。次行こう、どんどん行こう。さあ行こう。気持ちいいな。ギャルビーを4体倒せがあったはずなんで。倒そう。いい感じ。よし。どうだ。いいぜ、いい。4体だったはずだからまだ足りないね。よろしくね。気持ちいいな。クマミツ、クマミツゲット。とりあえずマップを完成させに、ね、行ってない場所。なんだろう、石から不思議な光が出てる。精霊の気配はするけど、触っても何も起きないね。場所だけ覚えておいて、今はラタへと向かおう。またお金ですよ。よし、この辺もとりあえず OK やな。次次、もっと早く。ちょっとギャルビーを。お、さすがにこんだけいったら戦闘になるか。このルナで閉じ込めるのは強すぎるかもしれない。どんどん行くぞ。よし、まだまだ行けそうだ。よし、依頼主報告 OK。 よし、はっ、クマミツゲット。お宝は、お宝はないのか。あったよ、ケンちゃん。わ、貴重なものかも。わあ、聖杯は美味しい。クマミツゲット。美味しい。これ、逆か。起動して。逆だよね。この竜巻を利用しよう。おや、おかしい。強敵か。砂時計。え、開いてんじゃん。時の流れが変化した。貴重なものかも。ザザザダメージアップ。開けた宝箱を解き戻して無限に開けてたらそれもゲームにならねえよ。こちらは強敵かな。ここは強敵やん。これぐらいなら勝てそうだな。か、行くぞ。通らせてもらうぞ。あ、まずはザコの空払い。
らく花なんだ。炎が力を示す。そうでもなかった。弱点に強襲。単純に必殺の大ダメージを与えて、そこからスタート。これでどう？危ない。なんで攻撃を出すの？よし、いい感じ。よし。さあお次どこに行こうか。